稲葉選手へメッセージが届いています。大型ビジョンにご注目ください。私から稲葉を評価するとすれば、まさに努力の人、朝から晩まで神宮の室内で練習をしていたのは非常に印象的です。今度はチーム、あるいは後輩のために尽力をしてください。長い間ご苦労さんでした。一つ肝心なことを忘れておりました。私のユニアム生活最後の時に、稲葉君、北海道札幌で、みんなで胴上げしてくれたお礼を言うのを忘れてました。本当に、ありがとうございました。無料で本当にこう涙が出そうになりました。本当にありがとう。私のバッティング見てまだまだできるんじゃないかなと思いましたけども、やはり稲葉選手は自分なりの、口には出さないけども、どっかのやっぱ衰えがあって、やっぱり決断したと思います。ですからこれからは、若い選手をどんどん育てて、将来はやっぱりヤクルトでもいいですから、で日本ハムでもいいですからなんか監督をやってね、そういう風になってもらいたいなと思ってます。一度勝利でもしましょう。本当に長い間ご苦労さんでした。稲葉さん、Hillman 監督です。 I just wanted to say congratulations on an absolutely wonderful baseball career. Thank you so much for what you meant to the fan base.To the Hokkaido Longham Fighters, and to me as a manager, and just a great professional. Not only were you a great player, you were an exceptional teammate to your teammates, and you always played the game with such passion and such respect for the great game of baseball. Thank you for letting me be a very small part of it. I want to wish you and your family a wonderful retirement, and I look forward to getting to see you again.Very soon, hopefully. All my best to you and your family. Congratulations. 本当に稲葉ジャンプ、球場全体がジャンプで盛り上がっている時、采配を振るいながら、ベンチの隅で僕も一緒にファンになった気持ちでね、稲葉ジャンプしたのを覚えてますけども、非常に懐かしく思いますし、本当に素晴らしい人と4年間過ごせたなと思って、これから、北海道日本ハムのファイターズだけじゃなくね、全国の野球ファンを虜にした、その姿勢で、これからはですね、指導者としてこのグラウンドに戻ってきて、必ずや今度は胴上げされる側になってほしいなというふうに思います。伝えたいことや言いたいことはいっぱいあります。ただ感謝なんですけど、一つだけ今年の引退というのは、僕は早い時期に分かっていたので、膝の手術をして、とにかく1試合でも多く、試合に出てほしい、それからファンの人に見てもらいたいという思いで、リハビリがある程度終わった時にもどもどって聞くんですけど、本人はその自分のことよりまずその今の状態、バッティングの状態がチームに迷惑かけるんだというのを一点張りで、なかなかうんって言ってくれない、チームのためにやってるんだというね、もう本当に心のそこからの叫びだった。それを感じた時に、これが稲葉篤紀なんだというふうに思いました。これからまずは一回ユニフォームを脱ぎますけれども、ぜひファイターズのためにこれからもね、力を貸してほしいと思います。本当にお疲れ様でした。